イエス・キリストの遊戯、水戸部稲造。私は地と所要あって田舎の方へ参っていたが今日この席に立て、表題のようなお話をするようにとのこと、この日に限ってご無沙汰するのもなんだか気持ちが悪いし。 またこの日を選んで友を避けるというのも48か年以来の習慣報道に背く。これが一つ参らねばなるまいといよいよ決心の保存を固めて今朝田舎を後にとのぼりをいたしたようなわけである。こう申すとなんだか皆様に恩を着せるようだがあまりありがたいなどと思われては困る。 なあに参りは参っても肝心のお話はごくごくつまらない面白くないものだからただここまでやってきた私の行為だけを汲み取ってもらえばそれでもうたくさんである。小生起こる。さてただいまお話ししようというのは、エスキリストの遊戯、ということであるが、これは何も私が勝手に選んだわけのものではなく役員の方で線出せられたものである。が多少これに、 って完全ないというわけでもない。一体宗教家などいうものは専門的のものでも何でもないのだから宗教家には常識が欠けていてはならぬ。元来宗教そのものがコムモンセンスのもので決して専門センスのものでないのだ。大小生起こる。常識で普通一般の人が自質していることが宗教で決して格段に目新しいものではない。 非常に珍しい珍奇なことを言う宗教家こそかえって非常に怪しい怪物なんだ。一体偉い人とはどんな者だろう。偉いというのは何も破天荒なことをのみ言う人ではない。万人の言わんと仕方らんとして未だ語り得ない事実を言ってくれる。これが偉いのだ。囚人に優れた人なのだ。 もしも珍奇な破天荒な事実を明かす人のみが偉いと思ったらまず差し当たり菅も金傍に行ってみるがいい。吉原将軍だとか天下の預言者だとかいう偉い連中はいくらも転がっている。小生成怒る。私は論語を読みでいつも非常に感服するが論語の第一ページには何と書いてある。ありとも自演放来また不落。別に目新しいことでも何でもない。 酒屋の小僧でも言ってることなんだ。けれどもこの一句が誰でも言ってることで万人共通の感想だけに名をもって嬉しい。囚人の言いたいことを近キ近ンキン十個の文字の中に眼畜せしむる。これが偉いところだ。凡人の及ばない力量である。で私もキリストの遊戯より偉いことは言わぬつもり。いや皆さんがとうに知ってることを言ってみたいと思う。 新聞や雑誌などで森に書いてるからとうにご存知だろうが昔アリストートルはゾウポリチコン、GO、ピリオ・リティ・アイ・コン、と言った。こんなことを言うとギリシア語なども私は知ってるようだが実はこれだけ死刑や知らない。でこのゾウポリチコンという生まれ語を訳してみると、人は社会的動物なり、ということになるそうだ。人間はどうもそうらしい。 相手を求めて混じりをする。畜生でもそうだ。犬頃が、何かない手は求めている。シゃれ回ってはしきりに木でいる。してみると犬も確かに社会的にできてる。のみならず、犬は人と飼って最も長いものだ。これは非常に面白い興味ある題目である。なぜタヌキや虎が家畜とはならなかったろう。 竜はなぜ人間の目には早くから映っても家畜の中に加わらなかったのだろう。獅子は、狼は、熊はなぜ家畜として人間と交わらなかっただろう。この問題は興味深いだけに血と面倒だ。とにかく現根家畜として人間と親しく飼っているものが世界の生物が一万種ある中で近々四十七種に過ぎない。 と言っても今数えてみーと言われるとなかなか20種も数えきれまい。いわんや普通専門家以外の人にとってはせめて5地区か6地区に泊まるであろうと思う。牛馬羊豚鶏。まあこんなところで結構だ。がしかし前にも言った通りで社交的方面から見ると家畜の中で犬ほど長く人間と交わったものはない。馬よりか羊よりか何よりも早いのだ。 まあ犬をご覧なさい。王を振ってグーグーうって友を呼びでいるのではないか。犬すらそうだ。またうごうという文字がある。カラスもお友達を求め歩いている。けれどもこれらは委員会など言うような交渉なたかりではなくてクワンがためである。利益のために集まるのである。狼はよく軍をなす。けれどもこれは親睦会を開いて楽しく昭和するためではない。 狼は寄宿者などに羽織らぬ。では何のためにたかるか。やはり不安がためである。山陰から馬が見えたとする。それっとすぐに食ってかかるのは狼だ。けれども、アリストテレースが言った意味の社交的ではないのだ。ここを間違えてはならない。社会的に神前を図るのは人間のみである。論より証拠まず人という文字を見てごらんなさい。 昔はこういう風な形で表されたそうだが棒が2本あるじゃないか。死所聖戦という書には棒を2本引いてある。二つの棒が片身に合い支えていくのだ。これが人間である。人という文字は学術的にうまくできているのみならずよく人情をも尽くしているものと思っている。どうしても人間というものは1本立てでいけるものではない。あくまでも社会的である。 アダムはどうだ。ただ一人ではつらかろうというので神はイブを下した。いアダムとかイブとかいう名前を付ける以上すでに男女の別あることを予言してると見てよからう。何もただ一つある場合に名称を下す必要はない。男があればこそ女もいる。世の中が男ばかり女ばかりの世界であったら男女の名称も自然不必要となって廃れてしまうはずである。 三中に二種の猛獣がいる。そこで一方を獅子と名付けた方を虎と名付ける。これは必要上区別するのだ。してみるとアダムと名称を与えた以上、すでにイブは神のご心に生きていたのかもしれぬ。とにかく人間というものは孤独ではいけない。とも呼び相手を求むるものである。がここに一つ注意しておきたいことは、 西洋の家庭が夫婦を意味すると同時に日本の家庭は親子である。これは至極大事なことで間違えてもらっては困る。西洋で一般にホームだとかファミリーだとか言っているのは夫婦であって親子を指したのではない。これに反して日本で家庭というと親子であって夫婦を指していったのではない。 だから西洋のホームは日本盾で同等であるが日本の家庭は上下があってその間に差別がついている。夫婦ができた以前アダムは天なる父とただ二人でいたがイブができてからは友達が一人加わって日本盾のものとなった。要するに道徳のもとは父に対するこである。夫婦のためには友である。ここらが今日お話ししようとする題目なのだ。 もちろん人類社会には遊戯というものがあるがこれは筆胸するに道徳進化の最初の徳である。最もプリミティーブな原始的な道徳である。ゆえに人はどこまでも社交的性質のものでともなくては生存するわけにはいかぬ。昔白ビンソン、苦しそうというもの好き男がいて寂しいことをに人間がいないのでついには犬を友人にもらった。 またオウむお供としてわずかに心の赤爆を慰めた。ロビンソンに限らずすべての人類がそうなのだ。牢獄の暗黒海にただ一人寂しく禁錮せられたカレンジはどうするロシアではこの種の物語はいくらもあるがある国事のために奔走した者が政府の危機に触れて牢屋にぶっ込まれた。熱い後、六尺もあろうと思われる壁の中に、真っ暗な史跡もベンゼヌ。 国者の中に何年何十年と囚われていた時に彼は何を友としたか。暗闇にちょろちょろ出てくるネズミを友人としたのだ。自分の生命を支えうるに足らぬ粗末な黒パンの一辺を咲いてネズミに与えて手名付けるのだ。こんな風で10年20年の功労屋を出て世の中に来ると全く言語も忘れ子も動かなかったとは彼の地の歴史によく記してあることだ。 人はいかなる場所、いかなる境遇にあっても、友を求むるの情はやまぬ。こんな例は数限りなくあるがとにかく人には遊戯というものがなくてはならぬ。死ぬるまで変わらぬ括弧の一年がなくてはならぬと思う。私は友を作るのに少なくとも三つの動機、MOTIVE があるように考える。第一話利害関係より生じたる友。 第2が法律的関係。第3が愛の関係である。利害関係より生じたる友とは何であろう。うごの友である。食い合いの友である。パックである。元より一時的な団体でフレンドシップやコンパニオンシップではない。たかるものはうごの衆だから当てにはならぬ。おい貴様何のためにあんな奴と付き合っているのだ。というと、何少し思うことがあるのだ。 などと平気に済まし込んでる。少し思うこととは何だろう。株を高く売ってもらうとか、安くて買えるとか、美しい細イを修正してもらうとか、良い金儲かがあるとか、いずれまあそんな利害的の関係があるのだからたまらない。カラスがうまい食物を縁がためにガーガー言ってたかるのとちっとも変わったことはない。第二種のものは義理でできたもので。 嫌でもともとしての関係をよ続けせねばならないもの。例えば後見人だとか兄弟姉妹不死の関係だとかいうのがそれだ。後見人がいかに嫌だと言っても父が死ぬる自分に遺言して頼んでいったもの、義理にも退けよう道がない。兄弟姉妹にもよくあることで、昔から、兄弟は他人の本、と言っているのはそこだ。 兄弟姉妹はもともと同じ親から出たもので法律的に縁を切るわけにはいかぬ。どんなに嫌であっても混じりだけはせねばならぬ。親子でもそうだ。このほど一女学生が来て、親がもし悪人であったら殺してもいいでしょうか、と真面目に尋ねられたことがあった。恐ろしい話ではあるが、こんな乱暴な親がたまには世の中にいるからな思って恐ろしい。 こないだも一風の手紙が来て、私の親は犯人ですがどうしたらよいでしょう、と尋ねてきたのである。親とことには前にも言った通り切っても切れぬ関係がある。他人の初めである兄弟ですら左様である。言わんや他人に植えて親だ。第三は愛によって結ばれたるものこれが真の遊戯である友人である。友は月に日付して大鳥である。 昔は月を2つ並べるのではなくして大鳥用に書いたものだそうだ。大鳥は人を引きつける霊長で東西どもにいる。この珍しい立派な鳥が2羽も並びでいるのが今日言うところの友である。1羽でもチンらしいのに2羽もたかってくれるのでありがたさは2倍3倍100倍するに相違ない。これが真のフレンド、フレンド、でドイツのいわゆるフロインド、FREUND。R e U N D である。黒いすなわち愛があってここに初めてとも、真の意味における、ともができるのである。ようやく本題に入りかけたがこれがすなわちキリストの愛である。まずヨハネ伝第15章を見たまえ。今よりあと我んじらをしもべと言わず、そは僕はその主のなすことを知らざればまた、我が先にしかそうおともと呼びべり。 我が難時そうに我が父より引きしところのことをことごとく告げしによる。面白いありがたい肘陸である。自分を先生と言わず旦那と呼ばず主人と思わずして指定の関係以外君心上下の階級を打破しようという。自分が下辺の地位に下るか、下辺を自分の位置に高めるかいずれにしても平行さして友と呼びだキリストは偉いにそういない。なぜか。 キリストは天父より聞いたすべてのことを与え尽くしたからである。僕とは一体何だろう自己の意志、フリー、WILL を持たないもの。還元すれば主君の命令を絶対に順法すべきものこれである。右背よ。はい。左向け。はい。下辺の理想はこれだ。グリース有名の哲学者エピクテータス、EPICTETUS。 は名前がちとおかしいが奴隷であった。その主人というのは不幸にもつまらない男でよく人をいじめるうつ。足を引っ張る。こんなことをして楽しんでいる男だった。ある日しきりにエピクテータスが足を引っ張りねじ回して脇でいる。でエピクテータスはちと痛いので、そうなさると私の足は折れますよ。と言った。 そのうちに主人はますます足をねじ回したので果たしてあれの足は折れてしまった。デエクテータスはさもこそと言わんばかりの顔つきで、そーら見てごらんなさい。今が今までそう言っていたじゃありませんか、と一向平気なものであった。さすがは哲学者である。核のごとく何もかも主人任せで少しの意志いささかの自由をも許せないものがしもべである。 無論今日ではこの種の奴隷はいない。がしかし少し入る。眠くても主人が手を打てばはいと言って立たねばならぬ。空腹でも食事中でも、寒くっても暑くっても主人の命なら進んでこれを弁ぜねばならない。これらもかわいそうに人並みで十分眠ってうまいものを食べてみたいに違いない。しかしそんな自由はできない。主人の王政に服従せねばならない。 キリストが弟子に教えたまうにもはじめは一種の命令であった。ところがこれからはみんな天父の教えを自筆したのだからしもべとは言わぬともと呼ぶとおっしゃったのだ。こう考えてくると、同じ目的を持って同じ天父の意志を理解するものこれが真の友達でキリストが友に対する精神であった。 語りを変えて言えば己を標準に取らず天父をもって唯一のスタンダードとしこれをもって自己を介しているものが真の友である。こう言うとなんだか前に述べた愛の事実とは矛盾するようだが決して去る気遣いはない。私あの方好きよ。あの方は本当にいいのよ。など言う。それも良い。がまだ十分ではない。何か少し不足しているものがある。 形見に木の子を歌上になお天父の意志を理解する。これが本当の友人だ。本当の遊戯なのだ。クリスチャンラブ、キリスト教徒の愛、というのは正しくかようなものを指していったのである。望みも恐れも共に同じ、というのが賛美歌の中にある。これは神によって慈しめるものは目的も望みも恐れも同一になってしまう。 ただ気が合うと言ってもなんだか暴爆としたもので男ならその調子でいっぱいやろうというかもしれぬ。女ならきっとリボン会議は始まるだろう。だから真にキリストの意志を了解した愛でなければ頼むに渡らぬ。望みも恐れも目的もただ一つとなる。これがいわゆる真のキリスト教的愛である。私はこれを名付けて、ハイレベルバルチュー、ハイレベル。 V.I.R.T.U.E. という、と言ってもこれは熟した語りではない。ただ私が思いついた一種の造語に過ぎないものだからちょっと心に断りをしておく。幾度も前に繰り返したように単に気が合うというのみでは到底真の友とは言えぬ。いわば水面の低いローレベルのバルチューである。男子などにはことにこの混じりが多い。 片身に胸筋を開くなど言っていっぱい飲み合うことなどがある。しかしこれらは死境に乗じて片身に弱点をさらけ出すいが関の山で何も得るところはない。すなわち低き水面の友である。こんな遊戯なら巾着切りなどにもよくある。いっぱい飲んで怪しからぬざまをしてこうだああだと喋り出しては喧嘩になる。がまた感心なことにはすぐ仲直りをする。 これ、片身に暗いところがあって弱点を握り合っているので仕方がない。相方幾分ずつ義くの念が動いてきて元の通り仲良しになる。いわば罪が彼らの媒介をするのだ。だから親に紅用を尽くすなど言うと彼らの仲間には嫌われる。哀れな毛柄はしい友達じゃないか。で、私どもは真の友として天父の意思を了解しているやいなやを標準とせなければならぬ。 世の中には随分口先のみ脱車で実行の鈍いものがある。が口先だけでも勝ちこいのはせめてもの取りどころだ。なぜならば立派なことを癒しくも口外した以上、そうげびた下りのできるはずはないから。まあ幾分過剰してやるべきである。 世にはまた偽子供というものがあって一見子供のように別に偉いことも何も言わぬが着々実行の上では立派な礼儀にかなった行為を成している。もとよりこの種の人は偽君子ほど多くはな。偽君子千人の中にせめて一人いいなものであろう。世の中に多いものは子供と偽君子だ。口先ではいかにも製鉄のようなことを言っているが実行は十分の一もできぬ。 しかし十遍に一度い実行のできるのはあるいは口先で立派なことを言った結果であるのかもしれぬ。人には相当に連知心というものが備わってるから自分の言った語りに対しても行わねばならぬという場合も起こってくるものである。だから実際には好奇程度な友が実現せられないにしても片身に話し合っておくことはしごく大切なことと思う。 私はご覧の通り立派なものでも何でもないが良い友達があったためにこの夏もおかげで涼しい白地の服を着て赤い衣を着ることだけは免れている。今これらのことを考えてみると非常にありがたい心持ちがする。私は14、5歳の頃ご、6人の親しい友があったが皆相応な地位を保っている。これらの旧友に会うと、職業や宗教的思想、 人生の味方などこそ随分違っているが心持ちは少しも変わらぬ。及ばずながら共に共に天父の意を尽くそうというのである。この中には思想が深くて学問の広い内村鑑三君や三宅君のごとき兄分もいる。これらの人たちと上野の大仏あたりを夜の12時ごろ散歩しながら遠藤を買って立ち食いをしながら話し合ったことも、 今日から見れば非常に懐かしい。今私が赤い衣物も傷して三度の食事を無事に食べていけるのもみなこれがためだと思って密かに感謝している。小生成起こる。しかし一方から考えてみると我らはまたともたるに恥じぬ人格と人に愛せられるだけの価値を有するということも必要である。 さっきからど,ど言ってる通り、片身に気が合うというようなそんな低い程度の友ではなく、直に天父の意志を了解する者が欲しいのだ。と言ってもどうせ弱点のある人間だ。世の中にそう神様のように完全なものばかりはいない。いや、いずれ人間と生まれた以上は不完全なものに決まっている。だから人の弱点を探せがさないで良いところのみを見る。 キリストのご友達であったピーター、ジョン、ゼームスのごとき皆全然相反せる性格の人であったが、しかしある点、天父の意志を了解せりという点に上ては同一であった。この点に上て立派な真の友情が成り立ったのである。だから気に合うとか気に合わぬとかいうことは友情の上に上てさして重大な意味を持ってはいない。 ただ天父の意志を了解せりや否やが大事である。心ここに未見に傷を持ってる男があるとする。なんだか嫌だ。気に食わないような心持ちがする。これは浅町ようだが実際である。しかしその男が軍人で、去る激戦の時、砲炎ダムを犯して戦友を救わんがために記念として与えられた傷であると知ったらどうだろう。 そんな高尚な意味のものなら三つも四つも欲しくなるに違いない。心の傷だってさようだ。あの人は妙に心がねじけている。がしかしその過程の敏乱。生みの母がいなくて警部にいじめられ、異母帝に邪魔物にせられ、あらゆる苦しみ悲しみの結果であると知ったらその書に同情の涙が流れないであろうか。自分がもしかその境遇にあったのならばいかであったろう。 どうに死んでいたのかもしれぬ。それにしては彼の人はよくもまあ我慢を死忍耐をしたものであると憎しみよりか感服の涙が先に立ってくる。どうか他人の罪はできる限り許してやりたいものだ。そしていい方面にの耳を注いでやりたい。昔冠中は敵と戦って逃げた。自陣はこれを怯え者と呼んだ。しかしその友人である宝粛は何と言った。 彼は家に老婦を有している。フロ至るがために冠中は生命を全うしたのだ。こうなる、中、こうなる、中と称賛したではないか。私どもはできることなら宝宿のような心の人になってみたいと思う。試しに一部の電気を取って読んでみる。1ページ2ページ目まではまあ無難であるが3ページ4ページになると悲哀の色がほのみえる。 10ページ20ページとなる年を持って筆を馳せたものが多い。融合の愛しを見てもすぐにわかる。人は必ず海中の愛し、LES, MISE, RABLE を持ってるものである。何も融合の作物に限ったわけのものではあるまい。友を亡くして初めて友情のありがたみを悟る。けれどもすでに遅い。 いくら悲しんでみても一度ミスした友は帰らない。小唄に、知らざり奇仏と共に隣りして、明け暮れしける我が身なりしよう、とあるが誠にそうだ。友を失ってなるほど彼は偉かった、と悟ることが往々にしてある。ああちっとも知らなかった。川仏様と共に明け暮らしたものを、ああ共に歌った友人、共にあの清き木陰に遊びたむれた友。 携帯はすでに消え参じてわずかに友の人格、PERSONALITY のみが完全に残されている時にフツ様とはあんなものかしらと初めて心の目を開くことがよく我らの中にある。毒オツに有名なウィーランドという文学者がいたが一日メーカーの都線場を渡ろうとするときかつて同行した二友のことを思い起こした。一人は老人で一人は青年であった。 若い男は決起に流行ってついに、先人一滴のあらわと消え、老人は衰弱のためすでにこの世を辞してしまった。見渡せば水星等々、緑樹の間古城の姿、山の形、船端を打つさざ波も昔ながらにいささかの異変はないがただ船中のようは昔に変わる未見の先動、懐かしい二人の友が見えぬ。 また過ぎつるともに楽しく語り笑いしとも、永久合間見えるのしようがないと思うと寂しさの念が鋭く胸を打ってくる。やがては境外以上直接に霊と霊とが相接して昔の友を呼びを語っているようで、考えてみれば二人の友はまた新しゅ生まれ変わってきたのではあるまいか、などと一年昔の親しき友情を偲んでいる中に、 船はいつしか向こうの岸に着いた。で船を出るとき、船導に向かって3人分の賃金を払って今僕の外に2人ほど友人が乗り込んでいたから、と言って岸に登って行ったと書いている。この詩はミス。オースチンの英訳ができているがこれこそ真のクリスチャンだ。体はなくても霊はある。バディーはなくても生きたソウルが働いている。 これがいわゆる真の遊戯で一歩を進めたものがキリストエスの遊戯である。7月17日公演。1908年8月15日、明治の女子、五冠七号。定本、二戸部稲造論集、岩波文庫、岩波書店。2007、平成19、年5月16日第一冊発行。定本の新本、明治の女子。 五冠七号、日本キリスト教女子青年会。1908、明治41、年8月15日。書出明治の女子。五冠七号、日本キリスト教女子青年会。1908、明治41、年8月15日。定本は、物を数える際や地名などに用いる、句点番号を、86、を、大ぶりに作っています。 入力、田中哲郎。構成、勇気。2010年9月6日作成。2011年4月14日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http www.、www.aogora.gr.jp で作られました。入力、構成。 制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。